これは何かあるね、間違いなく。お、チェーン、チェーンだよこれ。あ、怒りからもしかして。え、何これ、いて、あ、虫だ、虫が、虫が喧嘩売ってくる、やめろ。なんか降りるの怖いんだよね、生物から。でも降りてみよう。あー、別に上に上がっていったりはしない。むしるタイプかこれ。あ、むしれるね。あ、キノコだこれ。なるほどな、キノコには全く見えないけどキノコがむしれた。あ、あれでかい雲にさ寄生してたやつ、あれじゃない？うん、でかい雲にこれ生えてたもん。寄生跡なのかな。壊せるわけではない。真っ赤、真っ赤っかゾーンを発見した。あ、レッドジェムか。さてはレッドジェム、ここでゲットできるのか。違った、違った、レッドジェムじゃなかった。くそ、そう簡単には手にいらせねえみたいな感じ。あ、凍結胞子もある。あ、バジリスクだ、バジリスク後ろから来てた、怖え。145だし、かもレベル、しかもこいつ普通に、普通に宇宙だから。あ、めっちゃ来てる、怖っ。え、恐ろしいな、おい。バジリスクが座標を無視して追ってきやがる、恐怖だな。あ、船だ、なかなか幻想的な感じだよねこれ、綺麗。お、なんだあれ、とんでもないのがあるぞ。なにこれ、すげえの来た。触れるのかこれ。え、触れない、あのバリアみたいなの貼られてるね。なんだこれは一体。あ、落ちた。落ちたぞ。あ、なんだこの近代文明、似つかわしくないの出てきた。急に似つかわしくないの出てきたぞ。無重力もなくなったし、なんなんだこれは一体。あ、あ、びっくりした、ストライダーがいたと思ったら、ストライダーがいたと思ったらうちのトライブメンバーのパラキャラだった。もしかしてこのシャドウメインテームしたのってこの辺なのかな。なんかそんな感じするぞ。とりあえずいろいろ巡ってみるか。あ、出た、メガヤゴだ。こいつ邪魔だな、こいつはもうやっとこう。メガヤゴ、メガヤゴ、ようやく自力で発見した。うちのトライブメンバーの拠点にはね、あのメガヤゴもういるんですよ、テイム済みで。ただこの目で発見して自分でテイムするまではちょっと我慢しようと思ってさ。お、まだいた、まだいるし、結構やめて、頭壊れたら死ぬ。まだ大丈夫。あ、メガヤゴ、いや怖え、何こいつ、すげえ攻撃的じゃん。まあ、多分倒すことは可能だと思うんだよね。戦ってみるか一回、とりあえず。なんだこいつ、メガヤゴ。あ、え、首伸びた、なんだその戦い方、顎伸びんのそれ。あ、顎伸びてる、面白いこいつ。
なんか放射能障害でも、あれ倒した倒したな。特にこれといってなんか物珍しいものが手に入るわけではなかったか。アルファメガヤゴ倒せるかな。ちょっとこのメガヤゴっていうかどんな生き物なのかわかんないから。おい、ケツが光ってる。何、うわ、なんか爆発してるし、奥で。怖え、音が怖え。あ、これきついわ、これきついわ。あいつら足は遅いね。足すげえ遅い。ちょっと乗り換えるか。あ、あれ、あ、出た出た出た。あ、かわいいメガヤゴ列なしで来てる。列なしで戦いに来てる。あ、潜った。何これ。あ、倒すと潜る、そういう感じか。あー、そういうわけでもない。いや、でも潜ってる、潜るっていうか沈むって感じか。まあ特にこれといってそんな珍しいものが手に入っているわけではない。こいつと一緒に戦おうかと思ったけど、この子はちょっともう全然無理ってなったら逃げるしかないから、一回収納しとこう。うわー、かー、頭伸びてくる、頭伸びてくるな。一緒、あ、顎攻撃をされると放射線増える。そうでもないな。あ、そうだな、やっぱ。あー、これ騎乗車貫通攻撃してんだ。あ、そういうことか。ようやくわかった、ようやくわかった。プレイヤーにも攻撃当たってるわ普通に。でもここまで潜り込んだら当たんなくなった。今プレイヤーには攻撃当たってないよ、ここまで潜り込んだら。やっぱアルファだから体でかいから下に潜り込めちゃうんだよね。だからここまで下に潜り込んだら、このこいつの攻撃当たんねえや、プレイヤーに。で、一方的に殴れ。あ、当たったわ、当たったわ。ちょっと調子こいたら当たる。あ、メガヤゴが反応した。普通メガヤゴが反応した。やめろ、くんな、お前ら。どっかからこれ湧いてきたね。ちょっとあらゆる状況の備えとしてね、いろんな装備を持ってたからまだ多少は耐えれるぞ。めちゃくちゃタフだな、アルファ。あれ、こいつしかも回復してる。やべ、下行くって。こいつ回復したな。傷消えてるもん。くっそー、マジ勘弁してくれ。あの、死体は残しちゃダメだわこれ。うわー、失敗した。これ完全に失敗した。この世界雨降るんだ。降ってきてるわ。喉の渇きが潤ったおかげで。あ、これもきついきついきつい。よしよし、真っ赤になってきた、真っ赤になってきた。よっしゃ、倒した。倒したぞ、倒したぞ。倒したけどさ、まさかとは思うが何もなしか。まさかとは思うが何もなしなのか。え、マジ。え、嘘。こんだけ苦労してあいつ倒しても何もないの。何も落ちてないよね。もし小袋落ちてたらフィヨルドホークで見えるしね。おい、マジか。何にもないのかよあいつ。